10分、成田空港に到着しました。はい、どこどこどこですか、ここは。自分も入れる気取りのあれは、あ、いた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 、本当です。はぁ、仕掛け人の人です。いた、ここから来るかと思った。いや、俺ら全員白かい。気象、気象すぎるだろ。ドンドンドンじゃないわ。どれだどれだ。あ、びっくりした。こっちコーナー。あ、コーナー、いや、怖え。あそこにベンチあるよ。マジでって感じかって感じ。のせー、悲しいよ。のせー、普通に泣いちゃいそう。思い出的なのちょうだい。はるきの誕生日の時に初めてレイと2人で歩いてライターを買いに行ったのがすごい覚えたんだな。で、その買ったライターをレイの車の中に置いてったって思いますよ。ああ、なんだそれ。初めて会った人と2人で歩いたっていう。ああね、めっちゃ緊張したけど、こんな深く関係になると思う、深い関係になると思うんですよ。なるほどね。そう、ライター買いに行っただけだけど、なんかすごい思い出なんだよな。ボッチとレイと3人でビリヤードしたので。ああ、したね。ダリアはあんのビリヤード。あるある。全然あるでしょ。きつい顔すに。ああ。普通にビリヤードもダーツもあるでしょ。あるある。てか、なんか本場じゃないけど本場感あるよ、海外の方がやっぱり。下がぶんな。え、下がぶんないわ。オーストラリアを知らないけど、いやでも知ってるから、抑え調べたから俺。どうする、マジで。代わり探すよ。代わりっていうの。何人かまたいるから。あ、いるの、 A の代わりの人。もういるの。何人かいるから。それは違うな。言わんでええやん。冗談です。あと何分ぐらい、もう本当に時間ないやん。19時34分。まあやることねえから出発が。ストーリー早え、マジで。なんか時間臭すぎた。飛行機になると臭くなっちゃう。いや、それはそう。それは大迷惑。おめえのせいで。最後に見せてくれ。うわ、4年後これがどうなってるか見てほしい。でも俺さ、美容師の人に聞いたの、うん、ガチで大丈夫って言われた。4年後これがどうなったか、そういう目に焼き付けてた方がいい。そう、ガチで大丈夫って言われたんだって。これガチでガチで大丈夫だって言われたんだって。お前が先にハゲたらハゲた頭思いっきり叩くからね。今までのハゲが溜まった分。ハゲがさ、下になる。お前ばっか主役になるの。それな。なんでそんな主役になるの。お前じゃねえから。やめろ、俺が行くの。ラリア行くの、お前じゃねえから。ラリアって呼ぶなってだから。なんでお前が突っ込むな、ラリアって言うの。じゃ俺が言え、言え、言え。まあじゃあ、一人一人対面で。まあまず乗せから。まあ乗せとはね、高校の頃から、まあ、高校一緒で、なんかね、レイと会った時はこいつはなんか信用できるなっていう謎色。ずっと言ってんだよ、なんか謎なんだよ。ありがとうな。ありがとう。また会おう。4年後でかくなろうぜ。でかくなろう。身長からな、まずお前は。うるせえ。お前はチンコでかくしないよ。俺はあるよ。はい、聞くよ。いや、まあ、ハルキは寂しがり屋だから。いや、まあ泣いてほしい。帰りの、帰り道で泣いてほしい。取っといて。俺泣いたことないよ、別にそういうの。最後に泣いたのはモーリーだから。モーリーで泣けんなら泣けるわ。友達が留学行くの。ありがとうな。あ、はい。これやだ。これは嫌なんだ。あれちょっとダメなんだね。おい、もっちゃん、ありがとう。ありがとう。ないじゃん。行こう、行こう。いや、ないじゃん。もっちゃんはね、ちょっと優しすぎだよね。あ、見てて思う。まあ、俺らは別に普通だよ。まあまあまあ、その、なんだろうね。ザ・普通の友達って感じ。なんか、ね、なんだろう。俺がね、その、モッチのバイト先にうまいラーメン屋、俺の行きつけのラーメン屋があるから、うん、誘ってって言ったの俺。そしたら行くからですけど、バイト終わり。そしたらこいつ一回も誘ってくれなかった。違うんだよ。それはちょっと俺どっか引っかかってる。違うんだよ。ちょっと嫌われてんじゃないかな。ない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 。
まあでも安心感あるからモッチといると。ああそうです、そういう人はきっといっぱいいるはず、モッチの周りに。ガチ結構ガチ、鼻水が垂れてきた。もうちょい語り合ったら出んじゃん、涙涙、涙、涙、それじゃん。いやまあ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 、モッチは優しいからもっと自分の好きに行っていいんじゃない。だ俺が次帰ってきた時にちょっとなんかなんだこいつって、あ、変わってるよ、そうなんだこいつみたいな、なんて言ってほしいな。じゃあな、モッチ。いやー悲しい、ありがとう。悲しいな、やばいな、マジで悲しい、やばいな。普通に涙出た。悲しいで普通に。やばい。悲しいで普通に。いやー悲しい。やばい。やばいよ。やばいよもう。めっちゃリアルなこと言うと、うん、なんかちょっとめっちゃ締めっぽくなるけど、うん、普通に卒業してから仲良くなったやつが少なくなったから、マジで普通に嬉しかった。こうやってしてくれるのが。うん、やばい締めっぽい。え、なんか俺めっちゃそんなんかネタキャラみたいな感じだったのにめっちゃ泣いちゃった。いいだろまあいっか、行きますか。そろそろ。いやーよかったー、熱いこいつお前熱い。もう出ない、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 キャパ少な、お前の涙。じゃあなダメージー、じゃあなきゃ。うわーやばやばいやばい、友達が旅立つ貴重な瞬間やばい、ここ、ここ、ここここ行ったらもう、いやな、いやもうな、時間ないから、むずい。そうだよ、じゃあな、元気でな、まあ、またじゃあな、じゃあなギリギリです。危ない、後ろ危ない、後ろ危ない。マジだ、なくなっちまった。正直実感湧いてる人いる？俺はめちゃめちゃ悲しい。俺も悲しい。俺まだ追いついてないました。わかりますか、わかりますか、帰るか、見れないのか、飛行機も。入れ入れ入れ、いい、いいよ、入るよ。じゃあ頼んだぞ。いればな。怖い。来た。どう？来た臭い。よっしゃ。クレイ来た。頼んだ。この土曜にレイがいないことに対する虚無感を浸ってんだよ、まだ。いや今日朝も思った、俺。朝思った、朝っていうか今日来るときに、うん、あ、なんかレイから何も連絡ないなと思って、それじゃ今日いないやスニー、何やってんだよね、今寝てんのかな。え、時間は一緒な、いや、ずれてるでしょ。いや、マジで悲しいわ。気になる、やばくね、普通にいない。ソーリーしょうがない、しょうがない、現実だから。うん、まあ、なんか撮影がどうとかじゃなくて、普通に友達とかいないのが辛い。それな、唯一土曜しか会えなかったんだ。いやー、で、いればな。マジで呼んだ、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 友達がオーストラリアに行っちゃうのきー。いい、ほかのほかの
意味でした。分からん分からん分からん。レイは日本にいます。え、思いつか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 待って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 、追いつかない追いつかない。え、ちょっと待って、おー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 、全部嘘嘘。1から100まで嘘。え、本当に？うん。俺の涙返してくんない？え、なんもないの？うん。なんもないんだ。なんもないんだ。なんもないんだ。何この気持ち？え、嬉しい。え？嬉しいっしょ。え、嬉しい。よかった。ねえ、すごく何この壮大なとこ。マジかよ。え、何あの手紙、お前らの。え、嘘です。ただの感謝の気持ち。そう、感謝の気持ち、はい、え、なにあの、え、やば、なにあの空気の出し方、お前らの、しかも本当に行っちゃったんだね、みたいな。やかましい。うせー。うわー、気持ちいい。